これから榊工業通所リハビリテーションについて、通所の流れやプログラムの内容をご紹介していきたいと思います。訓練などプログラムの提供時間は1時間30分で、午前が2便、午後が1便となっています。施設に着きましたらバイタルチェックと体調確認をします。その後ビデオを見ながらウォーミングタップ体操を行い、十分に関節周囲や筋肉を温めて運動する準備を整えます。その際は席と席との間隔を取り、窓を開けて換気をし、感染予防に努めています。リハビリ専門職がお一人お一人の利用者様に合わせて訓練メニューをお作りし、ご自身で項目をチェックしていただきながら実施しています。榊工業通所リハビリテーションではマシンを使ったトレーニングを行っています。上肢、下肢、体幹などを体を支える筋肉を鍛える目的で行っています。日々の訓練を行うことで得られた筋力を日常生活動作につなげていくことを目標としています。右足が上がりづらく、歩くときに引っかかりやすいため、棒をまたぎ足を上げて踏み出す訓練をしています。また自宅の浴槽の高さ42センチに設定したまたぎ訓練も行っています。ふらつきなどお一人では転倒などのリスクのあるメニューは介護スタッフと一緒に行っています。はい、 OK です。書類にサインするときなどご自分の名前が書けるように所持訓練を実施しています。また生活動作訓練としての下肢動作訓練、手指動作筋力アップ訓練としての洗濯バサミの付け外し訓練、オセロのひっくり返し訓練なども行っています。リハビリ職との立ち上がり訓練です。足を手前に引き、お辞儀をしながら立つことで重心移動がスムーズになり、安定した立ち上がりができます。右足に麻痺とむくみがあり、足が上がりづらく引っかかりやすいため、声かけして右足挙上を促して歩行訓練を行っています。ご自宅での生活で今していることは今後も継続してできるように、できなくなってしまったことはできるようになるための支援をしていき、やりたいことができる生活を目指していきます。榊工業では通所リハビリテーションの実施にあたり、感染予防の徹底を図っています。3密を避ける、消毒、換気、体温の計測など、安心してご利用いただけるよう対策に努めていきます。